僕がね、今回語るのは漫画についてなんですけど、漫画に出会ったのがいつだっけな、小2か小3ぐらいの時で、親が、2人とも漫画好きなんで、その親の本棚にあった漫画を読み漁ってて、でたどり着いたのがナルトなんですね。でも最初に読んだ漫画で、原点で頂点なんですよ、僕の中でナルトが。2つあって、アスマ先生が死んじゃった時ですね。そこが、鹿丸がアスマ先生の意を継いで、チャクラ灯を使い始めて、そしてタバコも吸い始めて、煙が目に染み上がるぜって言って、アスマ先生のぬくもりを感じてるのが、もう僕もね、お前の言葉が目に染み上がるぜって僕は思いましたね。で、もう一つが、サスケ対イタチ戦ですね。あそこは本当に、サスケはイタチに両親を殺されてっていう、兄弟なんですけど、両親を殺されて恨みを持ってるっていう、その復讐を果たすためにね、ずっと生きてきたので、その復讐を果たす時が来たっていう、そのシーンなんですけど、イタチの真相がそこで明らかになって、イタチは自分でその両親を殺したっていうわけじゃなくて、里から命令でやらされたっていう、実はその両親を殺した時にイタチは涙が出てたっていう、もうそれが悲しくて、それをね、もう弟に言わずに、お前は俺に復讐するためだけに生きるんだぞって、もう弟に言って、その弟に殺されてもなおありがとうお前っていう、そのね、もう許せサスケ、これで最後だって、そのセリフで僕はもうね、漫画がびちょびちょですよ。サスケは言わずもがな、僕のもう人生の理想像というか、サスケになりたいなんて思わないんですけど、もうサスケが一番かっこいいし、もうサスケはサスケだし、サスケを超えるもの何もないんですよ。今まで出会った漫画の中で一番やっぱりナルトが面白いっていうのもあるんですけど、一番人生観みたいなのを楽しめる漫画なんで、読んでくれたら絶対ね、自分の人生を動かしてもらえる何かが、絶対にもういろんなキャラいるんで、その中にね、一人は絶対いるんで、自分の人生、心を動かされると思うんで、読んでみてください。お願いします。音と人をつなぐ場所、 M1 ミュージック。